砂漠から、うん、砂漠から、うまそうだ、お客さんが寄ってる、珍しい、うん、串餅キノコだ、うん、あ、トマト、うん、ちっちゃいよ、うん、今日この葉物屋さんとか結構人寄ってんじゃん、うん、普通そんなにあれだよ、うん、出てきたんだよ、今だから売れるんだよ、あれ、ここの鳥屋さんなくなったの、ここ卵とかやってたじゃん、うん、ケラパン、ケラパン、ケラパンって何？ああ、ほんとだ、すごいね、あ、ここも手作りパンも相変わらず、炭で焼いてる香りがいいね、あ、でもやっぱり今日店多いのかな、さっきもこれ売ってて、このキノコ、バッテリーが上がって帰れなくなりますとかって言うんじゃない、先トイレに行く前にで日本を買ったお客様、お金を払って大根を持っていかなかったそうです、金払って大根、お店の方が大根が残ったのを確認するのを忘れて持たせなかったそうです、うん、忘れた人も恥ずかしい、心当たりはあるお客様はお店まで戻って大根を取りに行ってください、あれか、あ、ここのコーヒー屋さんも取れるよ、昔から、ね、
ちゃあれ人埋まってんのが、うん、まあそうだよね、これは後で買ってる、だけあ、違う、あ、こっち椎茸、あれコロッケ屋さんある、なかった、え、なくなった、来てないんじゃない、こうも入り口で、本当？じゃああれ楽しみにしたの？ないよ。ない。すげえな、みんな椎茸買ってる。いや、入れちゃってんの？ホタテ？ああ、うまいじゃん。
でもこれすごいな、普通の雨でも大丈夫そうな顔。そんなドイツかっこいいけど派手みたいな。大根キムイ、何これ、シイタケ。おお、ケーキだ、チョコバナナ。いらっしゃいませ。これ何、かぼちゃボールだった。幼虫の国ってあった？ジコサスタ。ジコサスタ。めっちゃ面白かったな。ピョコピョコってあるんですけど。柿の血巻き買っていくか、うん、どうだったっけ、もう杉だったっけ、長すぎたっぽい。まあ、とりあえずまだ来てる人も、この通り行くのまっすぐ行きます、うん、あ、めっちゃ来てるね。変わらず塩でバースマイル。
って水入れてなんか。Thank you.
今日イカ丼で出ねえのかな。ここに来てのビーフシチューです。でも煮込みハンバーグとかってこれうまそうだよ。ほら、あー黒ニンニク風味だった。お知らせします。あ、今月いっぱい朝一ゴミ拾いチャレンジを開催しております。事務所の前でビニールの袋をもらって、そのビニールの袋にゴミを入れて持ってきますと、重さによって朝市内で使える。何割引券をもらえます。皆さんぜひ参加してみてください。じゃあゴミもいっぱい拾っていけばいいんじゃない。出店者の皆様は割引券を、何これ、持ってきたお客様に金額に応じて対応をしてください。おー、すごい。割引券は最後の日曜日に事務所にて割引金額によって対応いたします。皆さんゴミ袋をもらってゴミを拾って割引券をもらって、お前焼きそばうまそう、思いを寄せください。焼きそばでも100円なのに、さらにお前焼きそばで400円、安い。クラムチャウダーうまかったよ。あ、終わりが、うん、軽くサンナオラここでもやってんの、でもちょっとまだ軽く、うん、れいや、ベースがいいんじゃない。ベースかって、いや、ベース一つどこに並んで、こっちが、はい、うん、一つあればいい。
なかった。あ、なくなっちゃった。最後美味しいとこだな。美味しいとこ。これ何なんですか？オニオンフライなので。あ、オニオン。ああ、めっちゃ美味しい。はい、ありがとうございます。フライなんてこのくらいあればいい。ラマ。最後の一杯でした。よかった。最後の美味しいところ入ってます。ベース美味しいかな。ああ、ああ、ちまきだな。じゃあ、笹の香りが、笹の香りが強い。あ、これも1個だけ。これもいいか。はい、500円です。500円でいいの？いいね。あ、これ500円でいいの？はい、ありがとうございます。よし、どうどう、大丈夫なの？ビーフシチューが気になる。さっきめっちゃ並んでなかった。あ、でもな、重そうな匂いしてきた。これ炊き込みご飯あたりでも買ってみる。わあ、うまそうよ。炊き込みご飯一つ。ご飯これ、お水一つください。はい、ありがとうございます。あ、もちろん。はい、ありがとうございます。
かせる？踊る？踊るか。まだまだ車が来てるから。